今日はネットで関心の高い話題を掘り下げる急上昇ニュースからお伝えします。今回は備前市で新年度に計画されているある事業について取り上げます。担当は篠原記者です。はい、よろしくお願いします。備前市の新年度当初予算案に盛り込まれたこちらの事業が今物議を醸しています。地元輩出メジャーリーガープロ野球選手の応援による地域活性化事業です。これは山本投手と頓宮選手のことですよね。はい、備前市出身のこの2人、アメリカのドジャースに移籍し、今や日本中がその活躍に注目している山本由伸投手と、昨シーズンの首位打者でリーグ優勝の立役者、オリックスバファローズの頓宮裕真選手です。この事業では今年度市内の子ども200人を対象に2人の試合の観戦ツアーを企画しているもので、その事業費は6700万円です。この情報が公開されると、市を挙げて応援するのはいいことと歓迎する声が上がる一方で、家庭の事情で行けない子どももいて不公平なのではなどと賛否の意見が市の担当課に多く寄せられたということです。2人とも日本を代表する選手ですから、これは大変注目度が高いんじゃないでしょうか。はい、開幕が近づくにつれてさらに注目が集まる中、このツアーの実現に向けて力を入れている備前市長に事業の狙いを直撃取材しました。よろしくお願いします。こちらこそ。備前市の吉村武市長、ドジャーブルーの服をまとって単独取材に応じました。防弾じゃない、山本です。以前はかつてドジャースで活躍した野茂英雄投手の背番号16をリメイクしたジャンパーを着ていましたが、今回市長自らが先導して応援しようと山本投手の背番号18のユニフォームを新調したそうです。ロサンゼルスがどんな街か、アメリカがどんな街か、そして山本選手が、やるドジャース、そういうのを肌でですね、若い人を感じてもらえる、そんな政策として今回議会に提案をしております。スポーツを通じて備前市の少年たちが、まあ、本当に健やかに過ごしていただきたいというか、大きくなってもらいたいですね。備前市役所の1階なんですけれども、入ってすぐに山本選手と頓宮選手を応援する展示が行われています。備前市内では去年のリーグ優勝以降、頓宮選手と山本投手を応援するムードが日に日に高まっています。2人の少年時代の野球チーム、インベパワフルズです。現在5年生までの22人が日々練習に励んでいます。憧れの選手はもちろん、山本由伸です。山本由伸。憧れの選手は誰ですか？山本由伸。こうした子どもたちに夢を与える選手を応援し、地域活性化につなげようというのが今回のツアー事業です。対象は2歳から18歳まで。今年の8月頃を想定していて、アメリカ・ロサンゼルスに向かう山本投手の観戦ツアーでは、1人当たり30万円の費用を市が負担し、200人を招待します。保護者の費用は負担されません。頓宮選手の観戦ツアーを含めておよそ6700万円が新年度当初予算案に盛り込まれました。この事業に対し町の人は、まあ、宣伝になるんじゃないですかね。この2人とも備前の出身でしょうし、市の出身で激励するのはいいんじゃないですかね。平等にしてもらいたいですね、その辺は。平等じゃないっていうのは、まあ、やっぱりその差別だったりとか、その見れない子だったりとかもいると思うんですけど、賑わいがやっぱ少なくなったりしているので、やっぱりその地元でやっぱ有名な選手が出るっていうのはまあすごいいいと思うし、やっぱその人を応援する企画っていうのは、まあ自分としてはすごくいいかなと思ってます。と意見は様々です。こうした意見に対し、市は保護者の同行を必要としない中学生以上を対象の中心とするよう計画を見直しています。200人と言わず、もし少しオーバーする程度であれば、
全員が行けるようにまた6月に議会にお願いする、そういうことも考えております。すべて備前市の予算で連れて行ってもらいますので、個人負担は誰もないんです。公平で公正な事業になると思っております。吉村市長は今回のツアー事業をきっかけに備前市をスポーツの街として PR していく考えです。ウラインベに少年野球場を作りたいんです。で、今土地の買収をしておりますので、スポーツの街としてですね、もう一回少年の人たちにその場所提供ができる、そんな制度も考えております。はい、6月補正の話もされてましたけれども、はい、まあ、今の段階ではその子どもたち全員にというわけではないので、ちょっとこう賛否が分かれるかなっていう、そんな感じはしましたね。はい、まあ、備前市の中学生の人数は603人と、ツアーの対象はその3分の1です。市長はより多くの子どもを対象としようと、次年度以降の事業継続も目指していますが、はい、目指していますが、はい、その分費用も膨らみますので、他の事業とのバランスも考えなければなりません。これ難しいのが、山本投手がいつ登板するのかってすぐにはわからないじゃないですか。だからそれに合わせてツアーを組むっていうのが難しいですよね。はい、まあ、今回1人当たり30万円で3泊5日のツアーを複数回に分けて計画しているとのことです。市ではロサンゼルス近郊の都市と協定を締結し、ツアーを無駄にしないよう現地の子どもたちとの交流なども検討しているということです。子どもたちにとって実のある事業になったらいいなとは思いますね。そうですね。はい、まあ、取材を通して吉村市長の本気度というのは大変感じたんですけれども、まあ、事業の成功に向けてはまだまだ計画を精査していく必要がありそうです。備前市の新年度当初予算案は今月22日の議会閉会日に採決されます。その前日には山本投手の先発デビューが予定されていますので、備前市にとっては注目の2日間となりそうです。以上、急上昇ニュースでした。